Hi、everyone. This is Talking! is 今回は行方不明事件アリシャ14歳ですアメリカ・アリゾナ州グレンデールという町にアリーシャは住んでいましたアリゾナ州の州都フェニックスから1 4キロほど離れた地域です彼女はとてもゲームが好きでしたパソコンで、まあ、オンライン上でよくゲームをしていたんです 彼女が住んでいたアリゾナ州は地図で赤くなっている部分です。2019年9月15日、彼女は突然家の中からいなくなりました。こちらが突然消えてしまったアリーシャです。14歳の彼女に一体何が起きたのでしょうか。アリーシャは自閉症でした。お母さんは今もアリーシャの帰りを待っています。自閉症は英語でオーディズム。 と言います2019年9月15日の夜お母さんは夜遅くまで起きていましたシフトが遅かった旦那さんの帰りを待っていたのです再婚していたので今回いなくなったアリーシャの実の父親ではないのですが共に暮らしていましたすると夜中1時頃アリーシャが水を飲みにキッチンに入ってきたのです起きている母親にどうして起きてるのと アリーシャの方から聞いてきたそうなんですこれが母親が娘アリーシャを見た最後になってしまいましたこの後旦那さんが帰ってきたのですが旦那さんはテレビを見て眠ると言ったのかわからないんですけれどもリビングルームでそのまま寝ています母親はその後寝室に行き一人で眠っていますところがこの後アリーシャが消えたのです裏庭につながるドアが 少し空いていたので、裏庭から出て行ったと見られています。ここで不思議なのは、リビングルームで寝ているお父さんは気づかなかったのかということです。寝室だとドアを閉めるんですが、リビングルームは開け放たれた空間です。そのそばをアリーシャが夜中に歩いて家の外に出て行ったというのですが、気づいていないんですね。お母さんも寝室のドアを閉めて寝てはいますが、 いつもだったら夜に物音がするとすぐに目が覚めるそうです。ところがこの日はぐっすり寝てしまっていました。翌朝7時頃母親は起きました。そして夫と小さな子供たち2人、アリーシャの妹と弟がいるんですが、その3人のために朝食を作りました。アリーシャはゲームが好きで夜中までゲームをやっているので、朝は起きたり起きなかったりしていたそうです。 それで朝食を作り終わった後、まあ、念のため母親はアリーシャの部屋を覗きます。すると、アリーシャの机の上にメモが置かれていました。そこにはこう書かれていました。I run away, I'll be back. I swear I'm sorry.I run away. 私は家出しました。I'll be back. 戻ってきます。I swear 約束します。I'm sorry. ごめんなさい。これが実際の彼女のメモです。14歳の女の子が このようなメモを残して夜中に家を出ていくでしょうか。彼女が出て行ったとされる裏庭にはブロック塀があります。そのブロック塀に椅子が置かれてありました。それはお父さんが発見したんですが、つまり彼女は椅子を置いてその椅子によじ登って平を乗り越えて出て行ったというのです。そしてパソコンも一緒に消えていました。パソコンを抱えて椅子によじ登って ブロック塀を越えていった。考えにくいんですけれども、さらにパソコンだけは持っていってるんですが、バッテリーもすべて置かれたままだったんです。バッテリーは部屋に置いたまま、パソコンだけを抱えて出ていったというのです。アリーシャは自閉症でした。外に出るのも怖がっていたそうです。アリーシャが喜んで出かけるのはマクドナルドだけだったそうです。アリーシャはマクドナルドの チキンナゲットが大好きでした。それを食べる時だけは喜んで出かけるんですが、その他では自分から外に出て行こうとはしない子でした。そして毎日同じスウェットシャツと靴を履いていたそうです。毎日毎日同じものではないと落ち着かない。さらに薬も飲んでいました。薬を飲まないと社会的不安症に悩まされ、何もかもが怖くなり、 不安になっていく、そんな症状を持っていたそうです。そういった病状を抱えていたため、彼女はシルバーアラートが出されました。シルバーアラートというのは、認知症などで徘徊があるお年寄りなどがいなくなった時に、シルバーアラートを出して、そういった方がいないか、いたら助けるようにというアラートが出されるんですが、アリーシャのように14歳で行方不明になり、シルバーアラートが出されるのはアリゾナ州では、 こののアリーシャのケースが初めてだそうです車社会のアメリカではお年寄りも車を運転していますその方が車を運転したままいなくなることがあるんですねそういった時にシルバーアラートは出されますもう一つアンバーアラートという有名なものがあってそれは幼児児児童誘拐事件が発生した時に出されるのがアンバーアラートですアリーシャがいなくなってからお母さんは必死に探しています 絶対にアリーシャは生きてると、その信念のもと動いてるのです。若者が集まるような場所にも行き、こういった子がいないか聞いて回りますし、巨大掲示板レディットにも書き込んでいます。アリーシャは薬を飲まないと、どんどん不安になっていきます。さらに彼女はそういった不安症のあまり、自分からお風呂に入ろうとしないそうです。 ですから、誰かが彼女の面倒を見てあげないと、どんどんおかしな方向に行くと。お母さんは焦ってるんです。それではなぜアリーシャが夜も眠らないほどゲームに夢中になっているのをほっといたのかと。そういった議論もあるんですけれども、お母さんはゲームのことはよく知らないんだけれども、安全だと思ってたと。ただ、オンライン上で友達もできたと。 いうことは、アリシャは言ってたそうです。ですからもしかしたら、そのゲーム上で遊んでいて、車で迎えに来るから、ちょっと一緒に行かないかって言われて、車でもしかしたらもうアリゾナにはいないかもしれないと言われています。この件ではお母さんも積極的にテレビにもラジオにも新聞にも出てますし、みんなで探してくださいとお願いをしてるんですけれども、警察の動きがいまいち遅いんですね。はっきりと I run away. 家出しましたと書いてるために誘拐事件でもないし家出じゃないかという線で操作してるらしいんですねでもお母さんは自閉症の女の子が家出しますと書いてもそれは家出というよりも,もう徘徊に近いと言ってるんですねアリーシャは外に出ていくのが苦手でした人とのコミュニケーションもなかなか取れないそういった症状を抱えているんですそれなのになぜ夜中に 出て行ったのでしょうか無理やりおびき出されたその可能性もあると思いますお母さんのインタビューなどを見たんですがもう顔を押さえてですね泣いてしまってもう見てて本当に辛くかわいそうだなと思いましたこういったことはですね日本でも起きると思うんですけれども何か一人で困ってるような人がいればやはり声をかけてあげてみんなで助け合えるそんな環境ができればいいかなと思います まあ今回はアリーシャ行方不明事件についてお伝えしてみましたもしよろしければグッドボタンそれからチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではおやすみなさい